今日の奇跡、私は伊藤俊介と申します。私は東京都内で働きながらとある学校に通っています。でですね、その学校で、まあ、試験、難しい試験があるんですけれども、それ一回落ちてしまいまして、60点以下落ちてしまいまして、で、まあ、追試があるんですけれども、追試ちょっと勉強どこすればいいのかなって、もうすごい不安で直前までドキドキしながらこう過ごしていたんですけれども、直前にこうテキスト見ながら神様を助けてくださいって、ちょっと祈ったんですけれども、でそこで開いていたテキストなんですけれども、まあ、数分間見てただけなんですけれども、そこ全てその試験、その後の試験で出てきて、で無事にその試験に60点以上で受かることができました。単位認定されることができて、本当に少しの時間の勉強でしたけれども、本当に神様に願って叶えられたということを感謝しています。神様感謝しています。ありがとうございます。